から、そして後方から5番の荒木隆弘動いていきますが、荒木動いて同期の勝也がどうやら車を引きそうです。赤番過ぎにまずは切った5番の荒木隆弘、これで6番の藪下がまずは出ます。2コーナー回って藪下が抑えて主導権体制です。中段の位置に5番の荒木隆弘、一方1番の勝也勝春は後方の5番手の2対2対3、ジャンの2センターから4コーナーカーブ、3番手少し車間を切っています。5番の荒木隆弘、4コーナー回って最終周回、前の2車が飛ばしていきまして、北海道勢3番手は車間を切っています。5番の荒木隆弘、勝也は少し遅れまして5番手、2コーナー回って間もなくバックへと向かっていきます。3番手から先まくり体制は5番の荒木隆弘、バックから3コーナーカーブと向かっていくところ、しかし5番手から先に動いたか1番の勝也勝春、勝也まくってまくり合戦だ。同期両者のまくり合戦はどうか。後方5番手からの1番の勝也、そして3番手からは5番の荒木隆弘、両者がまくり上げて、あとは4番の服部正次が4コーナーから直線ですが、まぐり切った1番の勝也勝春、追走4番の服部龍、並んでのゴールになっています。逃げんじゃん、どうしたあれ、きついっすわ。きついよ宮野さん、お疲れ。やったほうっすね。毎回口開けたらなんで、もう本当結構ぶりなんで、あ、嬉しいですね。もう多分とんでもないことになると思うんで、なんとか参加できるように頑張ります。ただ明日仕事いっぱいしないと。あ、そうですね。できるように頑張ります。はい、期待してます。はい、一番乗り。はい。決勝です。あ、そうですね。ちょっとまくりになっちゃったんですけど。まあ、とりあえず1着で、まあ、ワンツーなんで、ちょっと長尾さん3番手固めてくれたら長尾さんに申し訳なかったです。あ、になっちゃって、ちょっと荒木君にも合わされかけたんで、そうですね、ちょっと危なかったですね。ただやっぱ服部さんと勝ち上がったって言って、そうですね、嬉しいですね。やっぱワンツーなんで、とりあえず良かったです。明日ちょっと仕事してもらわないと。そうですね、佐伯君多分勝ち上がると思うんで、阻止できるように頑張ります。